はい、どうも皆さんこんにちは、田中明です。今日はバックビート習得への道その1、ドラムが走るのかリズムが走るのかもたるのか、いえいえ早い遅いではなく上と下なんですというお話をしたいと思います。ポップミュージックのバックビートの出し方ですね、あとレイドバックしてるとかスネアがね、では4分の4拍子で1拍3拍がバスドラで2拍4拍がスネアで、でこうハイハットで8分で刻んでるよね、ドッとパンドッパン、こういうのがある。でその中でスネアをもう少し後ろにしてとか前にしてと、バスドラをもうちょっと突っ込んでとか、現場でそういう話をしたり、バンドとか仕事場とかで、ドラマーだと大体経験があると思うんですね。まあ1234とこういうふうにタイムラインが変わって、その中で打ち込みのクオンタイズをずらすみたいにね、ジャストの場所からバスドラをちょっと前にする、スネアを2拍目のスネアをジャストからちょっと後ろにするとか、まあこれがまあジャストのタイムだとして、それに、こうスネアがありますね。でこのスネアを後ろにちょっとこんな感じで、今度バスラーだったらこれをもっと突っ込んでくださいみたいな、ちょっと極端な例ですけども、突っ込んだバスラーと後ろに重くしたスネアっていうのをだんだんずらしていきますね。まずジャストだとしてこうで、ここからまずバスラーを前に、同時にスネアを後ろに、こんな感じになると思うんですけど、これでもう、もうグルーブできてるから大丈夫っていう人は、この動画は用がないので大丈夫です、はい。でこれがこうきつい、なんかこう楽しめないという人がいましたら、こういう考え方どうでしょうね。今の早い遅い早い遅いって突っ込む突っ込まないっていうことね、そういうのではなくて、今度はアップとダウンで考えます。あるいは浅いと深いの、上下ね、立体的な感覚にしますね。まあアップビートダウンビートっていうのはこうポピュラーな言葉であるので、そっちでやってみましょうか。そうするとワン・ツー・スリー・フォー、アップ、2拍目と4拍目が落ちるんです。聞こえ方はさっきのと変わらないかもしれないんですけれども、心的ストレスというかストレッチをする、タイムストレッチをする感じですよね。早くバスラ早く踏んでスネアをゆっくりやって、早くゆっくり早くゆっくりみたいな、そういうことをの感覚がなくなって、一定のリズムをこう刻んだまんまで、浅い深い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 、アップダウンアップダウンアップダウン、時間の制約から解放される、二次元的にこう一次元かな二次元かな、直線上で考えているものをこうもうちょっと俯瞰して考えることができるんですね。ドン、ここにこう落ちるときにこう空気がこう含んでるような、うんやっぽんうんやっぽんうんやっぽんって言った今、うんやっぽん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 、この落ちる時の深さを調整することで雰囲気変えることもできますね。まあ浅い落ち方からだんだん、こうまるで井戸に石を投げ入れ、ヒューポチャー、深い井戸だとヒューポチャーみたいな、そのイメージをここで落ちてる落ちていく距離をね、タイムストレッチみたいな、こう早い遅い早い遅い、突っ込むもたらせる突っ込むもたるみたいな、そういう考え方でやっていて苦労している人は一度こっちをやってみたらどうかなっていう感じですね。アップアップ、こういうことです。でこれできるようになるにはですね、
まずこの2拍目4拍目にバックビートを感じられるまで足の支部を鍛える、これを鍛える。別に撮った動画があるのでちょっと見てみてください。どうぞ。どうでしょう。まずはこれ長時間1時間ぐらいこうノンストップで踏んでみましょう。こう譜面図を追いかけてコンタイズで発音のねタイミングを調整するような平面的なものではなく立体的にアップビートとダウンビートが感じられるまで踏み続けます。まあ、その際に最初はこう1小節1、2、3、4でこう要領で例えばこれ2小節単位2、3、4、こういう単位のループで踏みます。例えば次に4小節のループ1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、4、4、1、ここで頭、こういう4小節の、なんだっけパターン、リズムパターンがあってそれをコピーペーストしていく感じですね。まず慣れるまでまずその前の2小節やる、その前にまず1小節やる、こういうことでだんだん増やしていく。まあ、グルーブの練習に関しては、せいぜい4小節までのループでそれをコピペしていく感じでやるといいと思います。タイムを早く遅く早く遅くというのよりは上下上下浅い深い浅い深い、こっちでやると楽だよというお話でした。はい、今日はここまで。続編をお楽しみに、またどんどんアップしていきますのでよろしくね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくです。最後に2人のミュージシャンを紹介します。この動画を作るきっかけになったですね、僕も長いことグルーブについて重心が逆転してしまうことと、あとその、まあ、重心という感覚ですね、考え方というかその感じ方、そういうのをですね、ドラマーの山北浩一さんとギタリストの松村隆さん、この2人から話を聞いて、で今に至っております。まだね、分かったというか分かってる中なんですよね、僕自身。はい、成長中、成長中って言ったらいいのか。皆さんも一緒にうまくなりましょう。ナイスグルーヴな、グルービーなドラマを目指して。下の概要欄に、バックビートに関するお二人の動画リンクを貼っておきますので、合わせてご覧になるといいと思います。はい、では今日はどうもありがとうございました。じゃあね、また。バイバイ。